今日は、サムスン様からの案件でございまして、素晴らしい、ギャラクシーウォッチかっこいい。これ見る限り200ね、キャリーで30でバンカー超えるかな。うわうわすげえ。よいしょよいしょ。おお来た。いやこれ本当にいいわ、ね、なんかねプレイがねすごい楽。確かに、うん。やってまいりました。もうなんかちょっと海外に旅行に来たような、いや気持ちいい、トリップ加減ですけど、東京ベイサイドゴルフコースさんの方にお邪魔させていただいております。最高だね。海がこうザーッと。いや最高。琵琶湖かな？海かな？ちょっと定かではないんですが、海だ。ちょっとあのググっていただいて。今日は、サムスン様からの案件でございまして。素晴らしい。ギャラクシーウォッチ。かっこいい。憧れの。憧れのギャラクシーウォッチ。はい。やばいんだけど。すごいねこれ。すごい。やばいね。こんなやばいんだ。いや俺高低差出んのかなとかいろいろ心配してたんだけど、これ今188なのね。ピンまで175。ちょっと手前だもんね。いやすごいな、これはすごいわ。使いながら、まあ、実際にプレイをしてみてどんな問題ということをね皆さんにお届けできたらなと思います。で、やっぱ一人で回ってもしょうがないので、ゆたちゃんを。はい、すいません、お邪魔します。まあ、あんまりあのラウンド経験のない、はい、ゆたちゃん、はい、ないんですけど、みーくんはねかなりアンチが湧いたんですよ。すごく偉そうだったので、ゆたちゃんに今のところアンチゼロなんですね。あ、頑張れって声しか来てない。あ、頑張ります。下手くそなんです。はい、今ベストが134 ちょっとおまけしてもらってなんで、ね、実際もうちょっと経ってるかなと思うんですけど、はい、そうね、多分その前もなんか120いくつは一回出したことあるみたいな感じなんだけど、はい、どれぐらいおまけしてもらったか分かんねえから。そうですね、あれはもう一番最新のスコアをベストスコアってことに、はい、今日はね、ハーフだけのラウンドなんですけど、ゆたちゃんは目標が50切り10年早い、はい、60切り。あ、60切り。はい。そうです、目指して。50代。はい。とりあえず目先の目標は50切りで、ね。50切りで。今日はもう50代。50代。目指してね。ちょっと頑張ります。はい。はい、私はあの、このウォッチでちょっと楽しみながらラウンドしていきたいっていうのと、うん、まあ今日、アイアンもね、新しいアイアンちゃんとちょっと試しちゃんとしたかったっていうのもあるので、それも含めてね、いろいろ今日は、皆さんに、面白いラウンドの動画を、ご提供できればなと思っておりますので、これから9ホール間ですね、お付き合いいただければなと思います。はい。今日一日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でこれこの状態だ。おこう向きがこう変わるところ。あ、すごい。こっちですよと。でしょ？もう177左からのちょいフォローかな。さっきゴルフ場に到着したばっかりでまだほぐれてないからとりあえず7かな。左手前に落とすとこうちょっと高く上げて止めなきゃいけないアプローチが残っちゃうから。ちょっと右奥に乗せる感じかな。でも風が左から来てるからちょっとね、ほとんどピンにまっすぐ打ってて風に流されて右に行けばまあちょうどいいかなっていう感じで行きます。わぁ、どうもありがとうございます。ナイショー。おうおう、あの平常運転です。はい、うん、超活躍だよ。俺に一番必要なやつ。そうだね、ゆたちゃんに一番必要かも ねこれめちゃくちゃありがたい。てか軽 い, い, い、ね、めっちゃ軽いで、ベルトがゴムですごい使いやすい。いやいいね、あんまりつけてる違和感がない。俺あんまりラウンド中時計すの好きじゃないんだけど、うん、これは全然マジで問題ないな。俺あれ苦手なのよ、あのこうやって測るやつ。あ、ピコピコってするやつね。ボールの横立って、はい、88ヤード。88ヤード、はい、うん、左足下がりだから最初から左に体重乗せといて、体も左に傾けといて、傾斜にこう逆らって立っちゃダメ、傾斜に沿って立つよ。あ、沿ってた、なるほど。打った後にこう傾斜に負けてこう前にポンと進んでってもいい。で左に引っ掛けやすいから右狙って、はい、オッケーオッケーオッケー、十分十分。オッケーオッケー。ダメ。ピンまで40ヤードです。得意な。え、めっちゃいいな、これ。得意なね。すいません。で、走る。はい。
よわよし、ナイス。あ、ナイスタッチ。おっす。もうさ、グリーン上で次のホール表示されてるから、次こんなホールなんだって分かるからいいね。9フィートぐらいかね。ナイスタッチ。うわー、溜まったね。お先に失礼します。はい、よいしょ。はい、どうも。オッケー。ありがとうございます。いいでしょう。7打です。いいわこれ、マジでいい。俺がつけた方がいい。いや、そうだから、ね、本当に本当にだから、うん、初心者こそつけるべきだし、ね、本当、あの100切り目指してる人とかさ、うん、めちゃくちゃ上手い人ももちろんいいんだけども、俺だって全然いいもん、うんうんうん、ゆたちゃんとかめっちゃ欲しい。めちゃくちゃいいと思うよ。コースの全体像が見えるんで。いや、だってスマホギャラクシーに変えたいって言ってるじゃん。変えたら多分絶対買うでしょ。買うね。余裕で買うよ。だって超軽いもん。気になんない。気になるってしたら、次のところの方向とかが気になる。これ見えちゃう。ああ、こういうコースしてんのね、みたいな。バンカーまで200です、右の。もう見えないでしょ、ここから。そう、これだと見える。ここにバンカーがある。これ見る限り200ね、キャリーで30でバンカー超えるかな。どうぞ、じゃあ先に。いいんですか。どうぞ。先にどうぞって言わないと一生後ろっすよ。これ出ちゃってる。前のラウンドの時も言おうと思ったんだけど、はい、スーパーデベスなの。ちょっとおいで。はい。だいたいティーグラウンドがあるじゃん。うん、このラインかなってのがあったら、それよりちょっと後ろに刺すの。あ、後ろじゃん。あ、じゃあ後ろじゃねえ、それがもう。それがもうギリギリなの。後ろっての言うたじゃねえ。この辺。あ、そんなに。そう。あ、なるほど。2クラブまで後ろ下がれるから。あ、なるほど。じゃあ、そう。だからギリギリに刺す意味がないのよ。なるほど。この間のラウンドの時は、ちなみに 100% デベスでした。左のちっちゃい木あるじゃん。はいはいはい。一番麓にある。あそこに向かってね、270ヤードぐらいバーンと打ってくれたら。270ヤード。うん、そうそう、方向はそこ。あと200ヤードあれば、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、大丈夫だよ。この上だね。うわ。すげえ。ショ。ナイスショ。どうも。もう行ってみなきゃ分かんない。ナイスショ。おい、オッケー、ナイス。どこを狙ってんの、こっち。左、うん、左の、あの、カラスの左。はい。4打目、7番いきます。もうちょい右。もうちょい右。はい。よいしょー。ひだちゃん、次入ったらパーだよ。パー、うん、チャンス。ちょっとこれ難しいですね。255ヤードドライバーですね、うん、ドライバー、うんですね、ユーティリティで、ユーティリティ、はい、もう トップする未来しか見えない。コツ一個教えようか、はい、もっと縦振りにしてごらん。上げるのを縦、こう、そう、ここに持ってきてごらん。こっち、こっから下ろしてごらん。で、素振りしてみ。そう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 。これなんで届かないでしょう。つま先下がりです。なんでそもそも届かないんですよ。なるほど。ちょっと膝曲げて。ちょっと曲げて。はい、そうそうそうです。それでいいです、それでいいです。いきます。よいしょー。よし、今日一、今日一。172。すげえ、おすすめは8番やんって出てくる。え、すごい。165。俺の距離登録してあるからさ。教えてくれるんですね。うん。焦った。ナイスオン。焦ったみたい今。ナイスオン。ここに引っかかってね、グッてずれちゃった。引っかかりましたよ。あ、やべえってなった。やめりゃよかったんだけど、まあいいやと思って。
それこそさ、俺とかさ、ゆたちゃんとかさ、うん、初心者連れてる時とか、ラウンドレッスンの時とかね、女子とデートしてる時とか、うん、ちょっとこう、ちょっと。ピンまで残り110だよ。あ、ありがとう。見たいな。一番練習してる距離なんで。お。おお。おお、乗ってないけど。ありがとうございます。私からでしょうか。はい、どうぞ。お先です。それ言わない。ナイス。いや、うまっ。ナイス。大ちゃんと散々練習したんで。パター確かに。やめて、初めて会う人です。僕の生徒ではないです。すいません。今のゆたちゃんのいる限りそんなむちゃくちゃ曲がる感じじゃなかったな。打ち切れないね。こう下ってんの。低いよね。海もこっちだもんね。はい、危ねえ。だから最後登っていってたんだね。それは重いわ。ナイス、悪い。かっちょいいな。9段目いきます。9段目いきます。あー、惜しい。10段目いきます。10段目いきます。お先です。よし、ゆたちゃん、誰も いなかったらお先じゃないんだよ。10段です。ここでは318って書いてるんですが、打ち下ろし全部入れると278で、グリーンはね、すごい左にありそうな感じだけど意外とそうでもなくて、これ見る限りさ、氷バンカーが見えるじゃん。あ、はい、この景色的にはめっちゃ左ドッグっぽくないけど、このバンカーのもうこの辺からもうグリーン始まってるのよ、左端の方から。だからむちゃくちゃドッグレッグに見えるけど、意外とそんなドッグレッグじゃない感じ。先生、はい、こう巻いて狙う感じですか。お前今絶対バカにしたろ、今のかっこいいわ。いやいや、今ゆたちゃんのことバカにしたろ。してないね。してないです。もう一回聞こう。はい、どうやって狙うの。フックで。まあ、右から巻いて、グリーンの方を狙う感じですよ、ね。オッケー。はい。激震食ったら300ぐらい。おお、じゃあ釣り合える。あ、大丈夫。そんな日来ないから。マジかよ。マジかよ。マジ？ナイス！おお、すごい。完璧。完璧。ありがとうございます。なんじゃそら。左からフェードでちょっと高めに行きます。おお。おお。すげえ。53ヤード。53ヤード。はい。絶対いける。嘘、嘘、やめて。大丈夫、大丈夫。止まった、止まった。よし。ナイス。素晴らしい。よし。ナイス。あ、ちょっと横だった。あ、すごい。すごい。ここに。戻りきってなかったんだ。いや、完全乗ったと思ったのに。まあいいや、ちょっと難しいな。うわー、ナイス。もうしょうがないね、入れに行ったからね。パーチャンス。パーチャンス、やばいな。入ったらパー。絶対入れる。弱っ。弱ナイスさ。ナイスボギー。ありがとうございます。またさっきと一緒ぐらいのさ、よくわからんライン。こっちが高いはずなんだけど、でもこう来てるから何とも言えないんだよな。まっすぐかな。こっちから見たらちょっとフックに見えるの。でもそっちから見たらちょっとスライスに見えるの俺。そっちから見たらちょっとフックに見えるの。ねえ。
これ困ったな。まっすぐ綺麗な回転で曲げない。ナイスバーディー。すげー、あざす。すごいな、はい、よし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 。いやこれ本当にいいわ、ね、なんかねプレーがねすごい楽。確かに、うん、いや他のことに聞い取られない。ユタちゃんが打つ時とかにさ、うん、何ヤードだよって計算してあげないといけない立場じゃん、こっちは。それにも聞い取られるし、これがいつも何人もいるわけよ。それがさ、はい、何ヤードですって終わる。次のホールもグリーン乗ったらもう次のホールパースイ、うん、正面の手前にバンカー、左にバンカー、2つバンカーで左手前に池がある。池、うん、怖い。コーチは全員使った方がいい。楽だと思う。コースの全体も見れて時間がかからん。最低限の情報が全部ギュッと詰まってるからめちゃくちゃ話が早い。ゆたちゃんやばいんだけど。何今ね、うん、バッテリーどんぐらい残ってるのかなって見たの、うん、バッテリーの残り見て、うん、めちゃめちゃ残ってる。3日と3時間いってる。えやばくない。電池マジむちゃくちゃ持つな。すごいね3日。ああゴルフ場でしか使わないから俺ゴルフで行く上で車でずっと充電器さしとくわ。忘れなくていいよね。ゴルフの時はそこからパッて外していくみたいな。今愛ちゃんから通知が届いたよ。メッセージも来るんですか。うんメッセージ来る。スマホなくてもここで確認できる。ヤッホーって。ヤッホーヤッホーヤッホー。いいね、うん、何してる。何してる。すごい見れますね。何してるだと。そこでメッセージも来るの。送れる、えー、え送れるんだ。送れるよ。ゴルフだよ。おおおおすごい。ゴルフだよ。すごいすごい。でこれにさなんかいろいろあるんだけど面白いのが最初からこう、うん、だいたい返すよくあるやつあるんだけど、はいお願いします、 OK いいえ結構です、嫌い、うん、ありがとう、大変感謝、すぐ行きます、最近と後でいいですね、これで、ね、面白いになったなんてこと。送ったことない。この動画を見た方にですね、はい、なんと AI キャディの90日間の無料クーポンをプレゼントということで、90日はい90日間見ます。概要欄の方からチェックしてみてください。チャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いいたします、概要欄の方から各種 SNS ですねチェックしてみてください。よろしくお願いします。